おはようございます。今日は8月18日日曜日です。今日もですね、ちょっとどんよりとした雲に覆われている乗り方だけですね。今日は、畳ライダーまで、走りたいと思います。すでにですね、駐車場は、満車です。今日は意外とサイクリストが多いように見受けられます。畳平に着きました。今15度ですね。当面ですね、気温が14度というふうに見えます。お花畑の様子です。高山植物も終盤ですね。今日のシャトルバスは、順調に運行しているようです。ただいまの気温14度です。もう少しで10時になると思われます。こちらが亀ヶ池で、こちらが魔王岳です。魔王岳ですね。青空が見えるのはこちら方面だけですね。今日は、登山客が多いですね。ちょっと今にも雨が降りそうな空模様です。鶴ヶ池方面ですね。でこちらのですね、高山植物ですが、前回お知らせした通りですね、投薬林道、もう投薬林道が、主流になりました。こちら岩木橋ですね。でこれが投薬林道です。もうこちらも投薬林道なんですが、一面投薬林道が咲き始めました。いよいよ秋に向かっているのが分かるようになってきました。山は秋に向かっております。こちらは一面投薬林道です。すごいですね。一面投薬林道が咲いております。すごいですね。一気に来ました。今日は星ガラスが、盛んに飛んでいます。こちら県境ですね。雲の流れが速いです。ちょうど県境そばですね。日本一標高の高いところにあるバス停です。2716m です。今県境ですが、続々とゴールに向かっております。今日もですね、結構かなりのサイクリストが上がってます。急にガスが取れてきました。わずかの時間差ですが、数秒で、景色が変わります。結構踏んでます。結構踏んでますね。シャトルバスもですね、上がってきました。自転車も登ってきております。
多分9時半のですね、観光センター9時半のバスだと思われます。おお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 おバイク自転車ですね。電動です。今年は本当に、電動バイクですね。多く見受けられます。3号カーブに来ました。見てください。星ガラスがかなりたくさん飛んでるのが分かりますでしょうか。ちょっと遠くに行ってしまいましたね。今のが星ガラスです。星ガラスの星ガラスの鳴き声でした。今日もですね、大勢のサイクリストが上がってます。大雪渓はですね、もう上部の左側だけです。今日は滑っている方もあまりほとんどいないように感じますね。あまりにも急で多分滑れないと思います。今日はかなり気流がですね、激しく感じます。私が走っている時はここはですね、もうほとんど雲がかかってました。こちらにも星ガラスがたくさんいます。松ぼっくり食べてると思われますね。ようやく山頂が見えてきました。10時を過ぎまして、多分10時半になろうとしてますが、ようやく山頂が青空とともに見えてきました。今日も多くのですね、登山者が今登っております。以上、乗鞍満喫でした。乗鞍ヒルクライムまであと1週間です。ではまた。